ちに感謝していただきますし、よし、まず やりづらいな。で、辛いのかなこれ。で、これも味付いても味付けはしてあるんでね、こうこちらにかけて、ラインを絞って乗せるものをちょっと多めにいってみよう。で、これで、失礼だ。なんかこれ忘れてないよな。
ですよ、これがまた。ちょっと今友達来たらタコパやろう。タコ、これなら挟めそうですね。ちょ、割れちゃったんですよね。なんかこうね、うまくね、割れるかな。割れるかもな、これ。あ、割れましたね。あ、そうか、このままいっちゃえばいいね。割れた状態でね。あ、でもこれ、うまくいくかな。挟んで食いたいんですけどね。いけるかもしれない。ただ、片手で全部いけるのか、これは。これはちょっと残しといて、フォーにも入れたいんですよ。ちょっと待って、片手じゃ厳しいな、サワークリームは。ん？サワークリームちょっと厳しいな、片手じゃ。くっつくでしょ、スプーンね。これ結構、ハラペニオンは。サークリーム入れたいんですけどね。厳しいでしょ、片手じゃね。ここが日本じゃないみたい。じゃない。したかんだ。ハサミ技でいきたいけど、やっぱちょっとサークリーム入れないの。あらかじめスプーンに取っておいて。で、これはね、これ生まれて初めてこれ焼いたの。多分。俺の記憶では自分で焼いた記憶がない。いつもね、これね、母親がね、ガキの頃よく作ってくれたんですよ。でも母親こんな、あれですよ、母親こんな手が込んだやつじゃないですよ。よくありがちな。レタスぶち込んで、なんかこう、ひき肉入れて終わりみたいな。家庭でっつうか、まあ、家庭、まあ、日本の家庭なのかな？では、なんかこう、やりすのこう、よく、ありがちなやつなんですけど、ちょっとこう、本格的ではないけど、まあ、ちょっとこう手がね、凝ったやつは。これやっぱり家庭のレベルをちょっと超えてるでしょ。むっちゃうまいの。むっちゃうまいの。はい。
割れるんですよね。多分焼き方があるんでしょうね。こう、ちょっと開けた状態で焼いてる間に閉じちゃったんですよ。あれ？と思って。これ、閉じていいの？と思って、出したら開かなくなっちゃって。結局、開けるときにさ、やばい。サワークリームの準備するの忘れた。ちょっとこれは入れれないですね、サワークリーム。入れたいけど、片手じゃちょっと厳しい。かなり汗かいてきた。辛くて。アメリカにいたことをなんかこう思い出すような味ですよ、本当。もう俺はもうアメリカ長かったから、タコスはもうアメリカいっぱいあるんですね。食べる機会がいっぱいあって。と残すところあと4枚。で、焼けばある。なんかコバエがいた。まあいいや、コバエも食っちゃおうか。待て待て待て、サワークリームの準備を。お前ら、食べ物に泊まってたら、間違いなく、お前らを食うということにしか、方法は。次、だから焼くときに、うまく、まく焼けるようにちょっとやってみようか。なんでこれが閉じちゃったのか。これはね、もうね、からの、さあ、これ、本当はちょっともっと入れたいんですけど、ね、ちょっとケチケチケチ。割れるんですよ。やり方があるんでしょうね。おっと、危ない。サワークリームを準備するの忘れてた。これは大問題ですよ。
ちょっと待って、でも具材が足りなくなってきたな。ケチケチ作れば。あと何枚かあるんですね。4枚ぐらいあるのかな。ここには2枚。サワークリーム。あまりのこの感動にビール飲むのが忘れてた。よし。作るのにちょっと手間ですが。玉ねぎの香りがまたいい。玉ねぎの香りがね、ふわっとするんですね、たまにね。これたまんないね。あ、やべ。サワークリームの準備するの忘れた。しくった。サワークリームの味。タコスキット。本じゃない、口の中が。ラストだけども、もう全部焼いちゃいますね。あ、また作品やってます。待たせた。くそ。これはもう。すべてが一つでも欠けてはいけない。サークルにかけてるからね。
氷全部焼いちゃおう。あと4枚全部食べちゃいましょうか。ちょっとこれどうやったらこれこれ焼くとね、これ今開いてるでしょ、焼くとね閉じるんですよね。おお、開いた口を下にしろって、こうやって。いや、そういうことか、こういうことです。オーブントースターでの加熱は危険ですとお酒くださいって書いて。 OK、 では今日皆さん楽しい一日、安全な一日、1分1秒を大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。これが成功したら次の動画もタコスやから。